マルプー兄弟が今日初めて遊びに来ています。犬の秘密基地なの始まるよ。ブータ君に挨拶をするポメラニアンのお米ちゃん、どうも犬の秘密基地です。ポメラニアンのお米ちゃん、いい顔してます。お米ちゃんが来た当初のお米フィーバーはもう完全に終わったようで、みんなもうあまり興味がない感じです。そしてマルプー兄弟が今日初めて遊びに来ています。こっちがお兄さんマルプのハルくんです。初めてでちょっとうろうろしてます。そしてこっちが妹マルプのノワルちゃんです。みんなマルプ兄弟と挨拶を交わしてます。だいぶわちゃわちゃとなってにぎやかな感じになっています。妹のノワルちゃんはちょっと甘えん坊でしょうか。お兄さんの方もやっぱりちょっと甘えん坊なようです。おやつを食べる妹のノワルちゃん、ノワルちゃんはだいぶ馴染んでいる様子です。しばらく経ったらマルプー兄弟に興味がなくなった犬たち、だいぶみんな落ち着き始めて、マルプー兄弟もゆっくり過ごせているようです。マルプー兄さんのハルくんはちょっと寂しくなったでしょうか。完全にくつろいでいるベリタスちゃん、何気にゆめくんは最初の頃よりだいぶ慣れた感じです。少し休んでまた行動し始めます。ヨーリちゃんとブータくんは相変わらずまったりしています。チワプーのレオンくんはやっぱり考え事している顔。犬の秘密基地は飼い主様のご希望があればワンちゃんの様子を動画で配信しています。それと私プーさんの動画ブログも時々配信していますので見てください。よろしければチャンネル登録もお願いします。